一体どこから来たのか、未解明の謎5選を紹介。ようこそ、もっと知りたい話題へ。ナビゲーターのゆめかです。さて、未解明の謎にも様々な種類が存在します。現代科学ではその真髄に届かない現象、あまりに古すぎて考古学的証拠などが逸失している遺物、そして実物は知られていながらその起源が不明であるものなどです。というわけで、今回は起源が不明な未解明の謎を5つ紹介していきたいと思います。我々の生活に身近な存在であっても、実はその起源についてはよく分かっていないものもありますので、ぜひご覧になっていってください。それでは行きましょう。1. コウモリ。我々の身近に存在する生物で、その特異性がすぐに見て取れるのがコウモリです。哺乳類でありながら、飛行能力を獲得するように進化したコウモリですが、実はその進化の過程に関しては謎に包まれており、直径の祖先などについてもまだ発見されていないのです。飛行能力を有する脊椎動物の代表はもちろん鳥類ですが、鳥類の前身は中生代に発展した恐竜と近縁である翼竜であると考えられています。始祖鳥をはじめとした当時の鳥類は独自の発展を遂げましたが、恐竜の絶滅とともに翼竜と鳥類のほとんどが絶滅してしまいました。鳥類の大量絶滅により、飛行能力を有する脊椎動物の枠が空き、その枠に収まったのが原生鳥類やコウモリであると考えられています。しかしコウモリの祖先については全く分かっておらず、もともとは樹状性の小型哺乳類であり、樹状間の移動を効率化させるために飛行能力を獲得したという仮説がかろうじてあるのみです。現在確認できる限り、最古のコウモリの仲間は約5200万年前に存在したオニコニクテリスという種ですが、恐竜らの大量絶滅が約6600万年前であるため、約600万年の空白期間が存在します。かろうじて生き延びた原生鳥類の祖先との関係性もよく分かっておらず、コウモリがなぜ現在につながる進化を遂げたのかはほとんど分かっていません。 2. ブルーナボーニャ。アイルランドの世界遺産ブルーナボーニャは、紀元前3200年前に作られたとみられている新石器時代の遺跡ですが、当時はケルト人の入植も起きていなかったため、遺跡を作った民族が誰なのか判明していません。ブルーナボーニャ自体はアイルランドの歴史においてたびたび重要な場所として扱われてきました。鉄器文明を持ち込んだケルト人は遺跡を墓地として利用し、中世にはノルマン人の入植地とされました。また1690年にはイングランド・オランダ連合軍が攻め込んできたボイン川の戦いの舞台となりました。現在のアイルランドの基礎を作り上げたケルト人はアイルランドの歴史を神話として残しており、神話においてアイルランドではいくつもの民族によるサイクル的な入植があったとされています。しかし神話におけるアイルランド先住民の生きた年代も紀元前3000年より後の時代であると設定されており、架空の話ですらブルーナボーニャが作られた時代まで遡れないのです。新石器時代のアイルランド人がなぜこの遺跡を作ったのかも分かっておらず、その起源の一切が謎に包まれています。 3. フロリダのペルージンズ骸骨。コロンブスの新大陸到達に端を発するヨーロッパ人によるアメリカ大陸への進出は世界に大きな影響をもたらしましたが、その影響は必ずしもいいものばかりではありませんでした。特にアメリカ大陸の先住民文化の多くは侵略・滅亡の浮き目に遭い、歴史問題における闇の一つとして認識されています。南米ペルーもまたヨーロッパ人の侵略を受けた国であり、当時繁栄していたインカ帝国の滅亡は多くの人が歴史で習うことでしょう。
インカ帝国を含むアンデス地方で栄えた文明はアンデス文明としてまとめられますが、その文化圏の範囲については謎が多いです。特に北中米で繁栄したアステカ帝国が属するメソアメリカ文明との関係性については謎が多く、両文明がどのような関係にあったのかは現在も議論が続いています。そして古代ペルー人の行動域を明らかにするかもしれない発見が2012年にありました。アメリカ・フロリダ南部の民家の庭にあったプールの工事中に地中からミイラ化した古代ペルー人の頭骨が発掘されたのです。頭骨の年代は800年ほど前と推測されており、ペルー人特有の特徴やアンデス文明の触譜や透析器も同時に発掘されました。メキシコ湾に飛び出しているフロリダ半島ですが、アンデス文明域との距離は何とも絶妙な位置です。直線距離ではありえないとも言い切れない近さですが、南米大陸の太平洋側ないし山中で栄えた文明の痕跡がたどり着くには地形的な障害が多すぎます。古代ペルー人が広範な交易路を築いていたことは分かっているため、あるいは800年前に自力でフロリダまで到達していた可能性も否定しきれないのです。 4. 真言立川流。世界には様々な宗教が存在しますが、時にはカルトや邪教と扱われる宗教もあります。これらの宗教は実際にそう扱われるだけの教義や事件を起こしたために邪教と呼ばれることがほとんどなのですが、半ば冤罪のような形で邪教のそしりを受けることとなった宗教組織がかつての日本に存在しました。その邪教の名は真言立川流。平安時代末期に起こり江戸時代に消滅した密教集団です。現代の創作においては性的儀式を教義の中心に置いた邪教として扱われることの多い密教の流派ですが、実は真言立川流についてはその教義が明らかになっておらず、彼らと対立したあの方と呼ばれた別の密教集団こそが戦術した邪教として活動していたのです。真言立川流はむしろあの方を邪教として非難する立場にあったのですが、後世に両者の関係性が誤解されて真言立川流イコールあの方という図式が一般的に広まってしまい、真言立川流こそが邪教であるというイメージが定着してしまったのです。このような混同が起きた背景には南北朝時代の複雑な政治的対立があったと見られており、その研究も様々な事情からなかなか進んでいません。そのため現代の創作においてもこの誤解は解けておらず、未だに真言立川流イコール邪教というイメージは根強いものとなっています。 5. 君が代。日本の国家である君が代は世界一短い国家としても知られています。楽曲としての長さは44秒という短さであり、2016年リオ五輪では国旗形容の統一感を出すためにわざとテンポを遅くして演奏されたという逸話も存在します。君が代がこれほど短い理由はその歌詞が和歌であるためです。575-77の31音から構成される短歌として歌われた君が代ですが、その初出は905年に編纂された日本最初の直線和歌集、古今和歌集です。そのため世界一作詞が古い国家とも言われる君が代ですが、肝心の作詞者イコール読み人が判明していない読み人知らずの歌なのです。読み人知らずの和歌自体はそれなりに多く存在し、その理由も様々であると考えられています。本当に作者が不明、身分が低すぎる、あるいは高すぎるため名前を載せられない、一人の歌人による歌が多く選ばれてしまったため一部を作者不明としたなどが主な理由として挙げられています。なお初出である古今和歌集では歌い出しの部分が君が代ではなく我が君はであり、時代の流れでより間接的な表現に変遷していったとも見られています。また
和歌としての君が代は単なる長寿を祝う歌として読まれたものであり、江戸時代までは様々な分野で引用される幅広い層に親しまれた和歌でした。それが明治時代になって国歌としての意味を持たされた際に、天皇の治世を称える歌として扱われるようになったと考えられています。さて、いかがだったでしょうか。国歌である君が代など非常に身近な存在であっても、その起源となるとよくわかっていないものがあることがわかります。何らかの概念の起源を追うためには、決定的な考古学的証拠の発見が重要となってきますが、今回紹介したように1000年に満たない期間であっても、その起源が不明なものも数多くあります。今なお多くの学者が歴史の陰に消えていった始まりの一歩を創作していますが、まだまだ分かっていないことの方が多いのも事実なのです。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしかったらグッド評価、動画を見て思ったことをコメント欄へお寄せください。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。またね。